はい、田村です。11月の4日月曜日、祝日になります。朝はすごく霧がね降りてましたけども、9時40分ぐらいでやっと、霧が晴れましたので、あとね20分ぐらいは、乾かそうかなと思ってます。山白玉はこんな感じでもう刈り時ですね。ということでですね、ちょっとこういった感じで寝てるのがねありますから、なんぼでもちょっとね起こして起こせるかな、ちょっとねやってみようと思います。はい、刈り終えました。40分ぐらいでしょうかね。はい、種まきして草刈りして土寄せもせずね、あんまり管理できなかったですけど、取れたには取れたと思います。はい、ここからね選別とか入るんですけども、粒大きくていいんじゃないでしょうかね。で今日はあともう一箇所ありますんで、そっちはね草がすごいのでこうご期待ください。はい、以上です。いつもご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。